記事イエロージャーナリズムとは、新聞の発行部数等を伸ばすために、事実報道よりも、戦場的であることを売り物とする形態の、ジャーナリズムのこと。赤新聞に近い。1890年代に、ジョーゼフ・ピューリザー発行のニューヨーク・ワールド紙とウィリアム・ランドルフ・ハーストのニューヨーク・ジャーナル・アメリカン紙が、漫画イエロー・キッドを奪い合って載せたことに由来する。共に、 黄色新聞として知られた。これは多彩な形容詞と誇張の使用や迅速さを優先して事実検証不足のニュース速報あるいは全出来事の慎重な偽造によって作り出された物語などのような形式をとる場合がある。黄色新聞に戦場的に扱われた人間の興味話は特にアメリカが衆国で19世紀を通じて発行部数と 読者数を極度に増加させた。歴史家のフランクルーサー・モットは1941年に以下の5つをイエロー・ジャーナリズムの特徴として挙げている。戦場的な通俗記事や娯楽記事の掲載でピューリッツァーがニューヨーク・ワールド誌の部数を飛躍的に伸ばしたことを見て、ハーストも同種のニューヨーク・ジャーナル誌の発行を始めた。ジャーナル誌はワールド誌の半額で、 よりセンセーショナルな記事を満載して部数を伸ばした。漁師による読者獲得のための熾烈な競争が始まり、1896年にハーストはワールド紙のスタッフをこっそり引き抜いた。ワールド紙日曜版の人気漫画イエローキットの作者も引き抜き、億面もなくジャーナル誌でイエローキットを連載させた。ピューリッツァーも別の漫画家を雇い。 イエローキットの連載を続けて対抗した。このことから、両師はイエローキット新聞と揶揄され、ここからイエロージャーナリズムという言葉が生まれた。ニューヨークでのこの販売競争は、アメリカ各地の新聞社にも飛び火し、戦場的なイエロージャーナリズムは瞬く間に、全米に広まった。もっと、フランク・ルーサー、アメリカンジャーナリズム、ピアニッシュも、 539http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books id イコールサンリティバックスビジーフスクプリンゼックイコールフロントカバー &dq イコール十二22アメリカンジャーナリズム 22&hl イコール en パン 539m1 ありがとうございます